さあ続きやっていきましょうか。急にドアバーンって荒々しく開けたところからですね、はい、スタートしていきます。ということでブルーホーズでございます。本日もよろしくお願いします。今日はちょっとテンション上げ上げでやっていきたいなと思うんですけどね、なんか最近友達がねやっぱりよくね見てくれてて、まあ友達とかね編集さんとかね嫁さんとかがね僕の動画を見てくれてるんですけどね、でもテンション低い中年っていうね、だからもっとその全然そのなんか敬語とかそういうのとかその丁寧にやろうとしなくていいから、なんかもうちょっとこうなんかねラジオ感覚とやってるけど、別にそのしっぽりとかね お前の声を聞きながらね、別にそのしっぽりコーヒーを飲みながら夜をね過ごしたいなんて思ってるやつなんかいねえからっつって、だからとにかくテンション上げ上げでなんかちょっと面白いかな、なんかごた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 騒いでるようなところをやってる方がなんか逆に笑えて面白いかなって、まあでもそれ言われたのはいいけどさ、別にさ、まあ、そういうご指摘をねご視聴者さん一ご視聴者さんがね友達とはいいね言ってくれてたるっていうのはその早着替えがすげえんだって、ね、だからそんなのどうでもいいって、だから相変わらず字幕が直ってねえって、そうそうそう、だからまあそれはいいですよ、もう貴重なご意見として頂戴してね、そのご要望にお答えしてね、いつも通りじゃない、いつもと違う、あれ救急スプレーが買えなくなってる、ホワイなんで、えちょっとなんで、え救急スプレーってさ、なんかあれ、あそれだったら買っとけばよかった、なんか損した気分になっちゃいましたね、うん、まあそ なっちゃったねあかん、どうしてもいつも敬語になるような喋り方をしてるから、うん、気になってしまうけど、まあそんなのはいいや、まあとりあえずこいつは最大限改造しておいた方がいいから、まあただたまに関しては必要な時に使い切ってから装填をした方が、装填じゃない改造した方がね得だからね、今30発全部やってるからね、20発増えるだけじゃもったいないから、もう、うん、少なくとも減った状態で使っていこうがいいからね、でこれ固定させたらもう完全ですよ、もうマシンピストル無双っていうかね、相手が登っていきましょう、カン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 っていうかね、ということなんで、まあいつもみたいにねラジオ感覚で聞いてしっぽりとね勉強とかねなんかいろいろ作業やりながら画面は見ないけど声だけでねお届けしてほしいなっていう方に関してはちょっと今回クソやかましい動画になるかもしれないですけど、まあどのくらい進めるかっていうのは分かんないけど、ね、まあできればデルラゴを倒すところまで行きたいなって、要は1の3のチャプターをねクリアして終わりたいなっていうふうに思ったりもするんだけど、まあいかんせんねそこにたどり着くまでにね教会の周りをいろいろ散策したりとか、まあ、それからその前にね池の長い人たちの、ね、お付き合いをしたりとかしなきゃいけなかったりとかで、まあ、結構いろいろめんどくさいことがまだまだたくさん残ってるんで、まあ、どこまで進めるかっていうのはちょっと分かんないです、うん、だから多分やろうと思ったら30分くらいとかになると思うんですけど、できれば20分以内に収めたい動画をこうやりたいと思うんで、もしかしたらこの動画も10分前後になっちゃうかもしれないですけどね。まあ、そうなったらそうなったらご愛嬌ということでね。まあ、1の3はね、なかなか長い動画でこう、一個一個刻むことによって、一日一日に、明日あんな動画があるかな、こんな動画があるかなっていう楽しみが増えていくっていうふうに思いますんで、まあ、そこはね、楽しみにしてもらえたらいいなというところですわ。はい。ということで、まあ、本来はね、こう、一人でベラベラ喋るというよりも、誰か話し相手がいて、っていう方がね、結構その会話は盛り上がるというか、僕誰かに向けて喋るっていう、その特定の誰かなんですよとか、不特定の誰かに喋るっていうと、なんかこんな風にちょっと丁寧な感じになっちゃうから、できればその、俺がいるで、みたいなね、私がいるわよっていう風にこの声をかけてくれたりとかするとね、だから本当はコメントとかもいっぱいあったら、そのコメントを拾ってね、こんなコメントもらいましたとか、あんなコメントもらいましたっていうことね、質疑応答じゃないけど、答えていってね、その人たちのそのトークテーマとかっていうのをやったりするんですけど、まあ皆さんね、年始で、まあ、もう1月入って半ば過ぎて、後半に差し掛かろうとしている時期ではあるけど、やっぱり年始で新しい目標を立てたりとかね、仕事が新しく始まったから忙しいとかっていうのもあって、多分まあなかなか僕の動画をゆっくり見てねコメントをするまでっていうところはたどり着けないのかもしれないけど、とりあえずまあダイナマイト投げてもらおう、そしたら3人とも死ぬから、はいバイバイドゥー、お前だけ生きてんのか、まあ、お前味方殺しの女騎士なのかな、味方殺しの女騎士ってなんかいたよね、なんか味方を殺してで攻撃力アップするのか、攻撃をしない、あれ殺さないと攻撃ができないのか、それは漆黒の氷戦士パンサーウォーリアか、パンサーウォーリアはあれだもんね、攻撃をするときに一体敬礼捧げなきゃいけないと、まあ星4でね攻撃力2000ってね当時からしたら結構強いもんね、でキックでお手手、お前左利きだな、さらばじゃ、オッケー、あザスザス、儲けです、操作します、これがまあちょっとね適当なんですよね、明かりをつけましょう、ぼんぼりには、一番上と、右三つあるうちの下二つなんですよね。だから V みたいなのと M みたいなのをつければ OK で、なんかちょっと Z が反転したやつみたいなの一番上のね、やって、で全部色つけちゃいましょうと。で、そっから、いらないやつの色を消していきましょうということで、ぼんぼりに、ぼんぼりに、四つポン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 と。あ、しまった。どうしようかな。こうしといて、で、もう一回四つやってでいいのかな。で、三つだね。OK。そう。これが、対になってるというか、双子でお墓があるやつが開けれればなんでね。まあでもこれがまさかさ、そのエイダー編になった時にさ、そのステインをさ、
置くことによって、こうちょっと、まあ、レオのお宝の援助をしつつも、ね、鍵を解いてっていうのは、あれの仕組みは結構、素晴らしいなと思って。ただ、はめた後の、ね、教会を開ける鍵はなんであそこの滝の裏に持ってっちゃったんだろうっていうね。まあ、ごめんなさい。初見プレイでもしかしたら見てる方が、まあ、5万人に1人くらいいたとしたら、ちょっとネタバレを言って申し訳ないですけどね。まあ、このレオンの裏で、エイダっていうね、チャプター、この1個、2個前か、に出てきた、チャイナドレスの、ちょっと貧乳だけどスタイルが抜群にいいお姉さんっていうのが出てくるんですけど、全然落ちねえじゃん、こいつ。落ちるやん。なんで後頭部打たれてんのに、こっち側に来るんだって。あれ、まあ、ちょっと僕、物理疎いからわかんないけど、とりあえず蹴っとこう。キック。打ってるけど、キック。オッケー。ちょっと待って。あ、危ない。はい。あ、弾切れてる。掴まれたことによって弾が装填されるという謎の仕様でございます。まあ、ここら辺があるのがね、ちょっとバイオ4のね、裏技だったりするんですよね。だから、銃を装填してる間に手榴弾投げて、で、その爆風で弾がもう、装填がピキンってできてるとかね、そういう感じですね。ということで、まあ、ちょっとだんだんテンションが下がってきてる、ちゃってるから、まあ、急いで。で、ここの箱の中にはね、白蛇さんがいるんでね、白蛇さんといえばやっぱり宮崎県なんですよ。宮崎県じゃあ、大分県だったかな、どっちだったかな、大分だな。まあ、いっか。クッチも。美味しい。卵はね、いっぱい食べておくと、亜鉛とかそういうのもね、単にそのプロテインスコアが高くて筋トレにいいっていうだけじゃなくて、やっぱりその、テストステロン値を上げるためのね、亜鉛とかもね、十分に含まれてて、でも亜鉛を取るためには、その1日に必要な量を取るために、最低限サバ缶1個と、まあ、全卵2個食べるっていうのがなんかいいらしくて、あとまあ20分以上の、日光浴びる？違うな、20分以上の日光浴びるはあれか、ビタミン D の方か。まあ、でもとりあえずビタミン D と亜鉛がないとテストステロンが、体の中で生成することができないんで、体の中で生成することができないってことは、加齢とともにね、どんどん肉体が衰えていて、脂肪がたっぷり蓄えられて、ね、でっぷり太ったメタボ予備軍、もしくはメタボ糖尿、うんぬんかんぬんになっちゃうんで、まあ、そこら辺をね、体をしっかりとね、維持していくためには、テストステロンが、まあ、正常値を保てるようにして、正常値とか、まあ、ドバドバ出るためのね、テストステロンの男らしい体を作り続けていくためなので、やっぱ年取ってもね、若い体っていうのはすごい大事だと思うんですよね。30になって2個気づいたことはね、食べ物の消化スピードっていうのが、なんか、恐ろしく、喋れなくなってる。恐ろしく落ちてるなっていう感覚が個人的にはあるんですよね。だから、ビュッフェとかに行った時も、お昼ご飯でビュッフェとか食べたら、なんか夜にはもうすぐにね、なんか次のもの食べたいなとかと思うけど、消化スピードが遅くなってるから、夜ご飯になっても、なんかもうあんまり今日いらないかなとか、もしくはもうこのまま食べないで寝ようかなみたいな感じになっちゃってるっていうね。その消化スピードが落ちてるっていうのは、ね、個人的にちょっとショックなんですよね。あとまあ食べる量が少なくなったっていうのもあるけどね。それでもやっぱり高校生の時とかさ、中学生の時みたいに部活やっててさ、消費カロリーもえぐいとかっていうのに比べたらさ、週に何回かちょっとね、1時間か2時間か筋トレやってる程度だったら、そんなにやっぱりね、4時間5時間も部活やってた時期と比べたら消費カロリーね、あれだからね。ということでどうしようかな。ちょっと本当に対して進むことができてないんですけど、こっからがまたちょっとね、微妙に長いのと、やっただけにすごい中途半端な感じになっちゃうんで、今収録時間どのくらいなんだろうな。一旦短いけど、ここでちょっとアイテム整理だけして、次回パートでデルラゴをぶちのめすっていうパートにしていきたいというふうに思いますんで、ちょっとね、お楽しみにしていただいた方に関してはね、ここで終わんのかよっていうふうにね、ちょっとね、せっかくテンション上げていくんだろうと、こんな中途半端なところで終わっていないのかよ、貴様っていうね、グーパンチのね、ローキックとハイキックがいっぱいに飛んでこようとしてるかもしれないですけど、まあ、そんな。とりあえず、銃を壊すことができたんで、ただで銃を手に入れてね、しっぽりとやりたいというふうに思って、あれ、ちょっと待って。これでおいて、あ、一個溜まっていけたね。で、ここで手に入れました。ところが、ハンドガン、パニッシャーは、まあ、貫通力とか、まあ、それからね、なんだろう。貫通力はいいし、連射速度とかもいいんだけど、いかんせん威力が低いからね、もうすぐ売ります。はい、お金に変えて、鎮税をって。え、今渡したやつすぐ売るのみたいなね。はい。ということで、中途半端なところで恐縮なんですけれども、次回、デルラゴ倒して頑張ってねという方はね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押してね、応援をよろしくお願いします。ということで、一旦この辺りで終わりとします。お疲れ様でした。さよなら。